そうですね、まあ入りからちょっとこうあんまりディフェンスのアグレッシブさがない状況から入って、まあそのままズルズルいった感じですけど、まあ、ゲームはもう本当に40分一個一個のプレーの積み重ねなので、まあ、そういうやるべきことだったり約束事だったりっていうのをやっぱりこう自分たちがしっかりやらないと、まあ、こういうゲームになってしまうっていうのは分かっていることですし、まあ、それはまた再確認して来週はもうチャンピオンチームの東京さんなんで、まあ、そこまでしっかり本当に準備して戦えるようにしたいなと思います。はい、スポーツ報知の中田と申します。今日富山のディフェンス昨日とちょっと違ったところっていうのはどう感じましたか？まあ、スイッチを多く使ってきてるっていうのはありましたかね。はい、まあ、そこに、まあ、うちがちょっとボール止めてしまった部分が結構あったんで、そこはもう他のチームもやってくるところでもあると思いますし、しっかり改善したいなと思います。